ファンキュルタガタメプレゼンツ、前泉 P の絶つながるラジオ。現プロデューサー前泉です。スミートミジェナです。今日もよろしくお願いしまーす。イエーイ。今回からね、ガヤの方がいないんで。ガヤいないんだ、はい、そうなんです。ということで今日も早速、今話してみよう&やってみよう、やってみましょう、さあ、今週のテーマ正月で変わらないんで。正月なんだね。そうなんです、正月なんですよ、はい、なのでぜひカードを読んでください。はい、お正月もゲーム制作されている方は休めないことも多いと思いますが、お正月をしっかり休むために努力していることなどあれば教えてください、はい、教えてください。これは何だろうね。そう、僕らその365日24時間のね、仕事ではあるので、はい、正月ゆっくり休むっていう努力するって何だろうね。何してんだろうえ、でもされてるんですか、休む努力、休むための努力。俺もう休みたくないから。あ、かっこいい。じゃあこのね、本当にね、休むとガクンと落ちちゃうんだよね。このあー、なるほどなるほど。本当にもうすごくモチベーションがダウンしちゃうから、ずっと働いてきたよ、ゆるくでもそっちの方がね、ずっと続けられますから。俺も本当にもう堕落すると堕落しきるからねそうなんですか。本当に、あ、もう俺のゲームなんて誰もやんねえよ、もうこんなゲーム想像できない、全く想像できないですけど。も誰もやんないし、もうこんな売れねえよ、もうこんなゲーム、もう才能枯れたわなとこまで行くから。あ、なるほど。そうするとね、疲れちゃうんだよね、逆に。正月とかあるの？ありますよ、がっつり実家で家族と休み切ります、だらーんと。何それ、はもう仕事 NG にしてんの？正月、年末年始に仕事が入って初めて芸能人でしょ。いやでも一応ありますよ、一応あります。始まってすぐイベントがありますけれども、なんか続かないから、こう仕事休み仕事休みっていう感じで。あ、もうだからあれか、そこまでバリバリにゴリゴリ売れてる人じゃなければそう、ちょっとちょっとちょっと、あれか、そのずっと年中通して正月みたいなまあやだ、違うわ、違いますわ、それなりに働いてますけど、うんうん、そうですよ、まあね、ありがたいことですよね、今回ない最適解がないね、これね、うん、でもじゃあ今回のつながるをちょっと、何もだから言い切れなかったからね、なんだろうね、正月休む努力って何なんだろう。まああれだよね、すごい言うなればやっぱスタッフを信じることだよね、やっぱね。あ、いいですね。じゃあそんな答えは、スタッフを信じきって、しげ信じきって、はい、何も気にせず休む、それが休むコツです。じゃあ今日、お、つながる判定1位ということで、また明日